ソウルミュージック30年以上の歴史を持つプロアマ結成混成グループということですね。ザ・フォーティナイナーズの登場でございますよ。1950年代後半から70年代初期のディープソウルミュージック、南部黒人音楽や R&B ですね、ロック&ルーツを主なレパートリーとされているそうです。わかりやすい日本語でも演奏し、かと今川清志郎さんや桜井豊さんからも絶賛をいただいたという、すごいです。バンド名はボーカルの川添さんが1949年生まれに由来しているから49なんですね。現在は本国アメリカでも、演奏者がいなくなってしまったため、当時の音楽の継承を意識しながら活動されているそうでございますよ。さあ、それでは大きな拍手をお送りくださいませ。ザ・フォーティナイナーズ。
こんな曲やっていいのかっていうね、ちょっとね、打ち合わせしたんですけどね、若い人もいっぱい来てるし、しかも中学生も高校生も今日ね、出てきますんでね、こんな曲やったら、ちょっと教育によくないんじゃないかなという曲がありました。あったんだけど、いや、やっぱりね、今はね、この世の中、隠蔽体質は良くないと。しっかりとあるがままを出そうじゃないかということにしましたんで、お送りしますけどね、皆さんもきっと何に覚えがあると思いますけど、まだその最中の人もいると思いますけど、恋をしたことがある人いますか？あ、いないんですね。私は今女房が来てますんでね、滅多なことは言えませんけど、ね、実は若い頃ね、好きだった女の子がいたんですよ。忘れられない。彼女の名前はね、ジャスティン。木をノックする。ノックってあんまり上品な言葉じゃない。
まあ、あの気をノックするじゃ歌の意味が、成り方でどういう意味かっていうと、ちょっと、自慢話をした後にですね、ネメシスっていう女神がいまして、それがどこかできっと聞いてるんですね。でその女神がですね、焼き餅を焼いて、まあ、日本の弁天様みたいにバチを当てるって。でそのネメシスに、おちょっと言い過ぎだったな、ごめんよコンコンという顔を叩く、そういう、ちょっと真面目的な言葉なんですけどね、それノックオンウッドと言います、そのことを。でこれも日本語でやりますけど、最初の言葉はですね、I don't wanna lose, I don't wanna lose this good thing, この素敵なもの that I got, 自分が手に入れたこの素敵なものを失いたくないと。それはでも、直訳してもあんまり生かさない。それで、まあ、もうちょっと、しゃれてねえかな、そういう言葉に訳してみましたので、どういう、歌詞だかすいませんけど、よく聞いてください。Oh
Spy Your Man という曲でした。有名な曲でね、Stand By Me という曲があります。Stand By Me、私の横に立ちなよっていう、まあ直訳するとね、そんなんじゃ面白くないんですよね。Stand By Me というのは、こっちへ来いよという意味ですね。じゃあ、Stand By Your Man というのはどういう意味かというと、あんたブツブツしてると、あんたの男を取っちゃうわよという意味です。だから、Stand By Your Man。ソウルっていうのは大体そういうね、ちょっとね、品のない曲が多いですけどね、それをまた訳さなきゃね、大変なんですけど、いよいよもう最後の曲になってしまいました。非常に、お名残惜しゅうございますが、最後の曲も楽しんでてください。最後の曲は英語で、英語の曲です。Try a little tenderness っていう曲なんですけど、まあ、ソウルミュージックじゃ、すごく人気のあったオーティス・デビングっていう人が、アレンジしまして、もともとはスコットランドの民謡なんですけどね、トライアリトルテンダネス、恋の手ほどき、ちょっと異役ですけど、少しあの子に優しくするとお前はモテるぜっていう曲です。She made